はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。ニュース見てましたらね、こんなん見つけてしまいましたよ。恐ろしい話や。22年1月9日今日ですね、17時5分と言いますから今から1時間前ですね。こんなん出たんですね、時事 .com でございまして、これ貼っときますよ。短いニュース全部読めますけど、米と妥協せずロシア、2467行の記事でございまして、ロシア AFP 時事、ロシアのヤプコフ、リャプコフ外務次官は9日、ジュネーブで、米ロ高官協議を前に、米国とはどんな妥協もしない、妥協だけは完全に排除するとロシア通信に語った。この外務次官が今ジュネーブに行ってはるんですね。これで多分アメリカの国務次官と多分会談するんでしょうかね。あと3行、米国や北大西洋条約機構括弧 NATO についてワシントンやブルッシェルからここ数日示されている姿勢に失望していると述べた。これだけでございます。ロシアの外務次官がアメリカと妥協しないと言ったわけですね。前段がございまして、ロシアからですね、アメリカに対して要求が出てるんですね。このウクライナで今緊張が高まってますでしょう。で、ロシアはアメリカに要求してるわけです。その1991年のラインまでですね、その NATO を戻せと。つまりですね、今バルト3国入ってるのかな、1991年以降。1991年っていうのは何があったかと言いますと、ソ連邦が崩壊した、解体された年ですね。で、その後でですね、各国がですね、旧ソ連の各国が独立をいたしました。その中の一つがウクライナなんですね。で、今ウクライナの政権は新ヨーロッパなんですね、新欧米で反ロシアなんですね。で、ウクライナは NATO に入りたがっています。ただこれ微妙でしてですね、ウクライナは東ウクライナっていうところですね、住民の半分以上がロシア人なんですね。で、そこにで紛争が起こってまして、まあ、ロシア軍が実質的に介入してるわけなんです。で、東ウクライナを独立させようという動きがあるんですけど、で、ウクライナ軍は政府軍と戦ってるんです。なかなかやっぱりこれがですね、ロシアが肩入れしてですね、まあ多分ロシア軍も入ってると思うんですね、こう名前を変えて。で、なかなかこれは落ち着きません。こういう紛争地を NATO に入れるっていうのは、ちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。で、プーチンは何考えてるかと言いますと、ソ連を解体したのは間違いであったと。ということをですね、彼の考えがそうなんですね。だからもう一回ソビエト帝国を作ろうじゃないかと。もう一回こう、ソビエトみたいな大きな国にしようじゃないかというふうに考えてるわけです。プーチン、1991年当時、プーチンはですね、まだ一、軽KGBの職員でして、東ドイツから引き上げてですね、自分の田舎、どっかレーニングラードの近くでしたっけ、に帰ってきた当初、帰ってきただけでですね、特に目立ったことはなかった。ただ一市民であった。生活費のために、白タクの運転手をしてたというふうにこの前チロッと言いましたけど、ソ連の解体を目の当たりにしたわけですね。で、最近はですね、まず最初にチェチェン、最初の就任直後にチェチェンをやっつけてですね、国民の人気を博して、その後でですね、まあ、いろんなことやったんですけども、ここ2014年でしたっけ、ソチオリンピックの直後にですね、クリミア半島を占領して、まあ、ウクライナ領だったんですけど、で、なんですか、住民投票でロシアに帰属するということにしてしまいました。で、これで西側がですね、その反発をしましてですね、ロシアに制裁を科すということになりました。今ロシアは制裁を科されています。それまではですね、G7 にですね、拡大 G7 に呼ばれていたレギュラーだったんですけど、呼ばれなくなりました。
で、目下経済制裁の最中でですね、なかなか苦しいわけですけど、まあ、苦しいんですけど、最近原油が高いでしょ。だからそれでだいぶ一息ついてるんですよ。それでプーチンも、ね、強気になってるんですね。でここのところですね、ウクライナ問題が浮上しまして、全ロシア軍の半分ぐらいがですね、今国交に集結してるんですね。10万人と言われてますけども、でこの2倍を近々招集すると言われてます。予備役とか集めるんでしょうね。でウクライナに侵攻すると、侵攻するぞという構えを見せています。でアメリカはお前それだけはやめろよと言ってるわけですけども、アメリカはウクライナを守りに行きませんと言ってしまいました、バイデンのアホがほんまに。で言わへんかったらいいのに、台湾みたいに曖昧にしとけばですね、どうすんのどうすんのどうすんのってこう躊躇するわけですけども、バイデンさんアホですから言ってしまいましたね。そしたらプーチンはいらっしゃい行こうかというような、そういう気分になってて、プーチンとね習近平の違いって決定的にあるんですよ。何が違うかっていうと、プーチンはやるときはやるんですよやるときはやるんですよ。現にやってきたんですよ。でそんなに西側を恐れていない、アメリカに匹敵するぐらい核ミサイル持ってますからね、やったらやってるかなぐらいの、そういう気持ちがあるわけですね。ところが習近平はまだねアメリカと四つに組んで戦おうという気持ちはないんですね。キーヒンかなあいつらキーヒンかなって見てるだけなんです。だから台湾がすぐにね何かなるということは、まあ普通はないんですね。根性ないですからね、習近平に根性もなければ力もないんですね、今中国軍には。プーチンのロシア軍はやるんですよ、やるんですよ。だから、アメリカが恐れたというか、もう危惧してですね、プーチンにやめとけって一生懸命言ってるわけですけど、そのやめる代わりにお前ら1991年ラインまで下がれという要求を12月に出しました。それの回答が来たんでしょうね、これこのニュースだと。でその回答はゼロ回答だったということですね。でこれに対してロシアの外務次官は我々も妥協はせえへんと言ってるわけです。そうということはですね、ウクライナに行くということですねまあ時期は分かりません、時期は分かりませんけども、あれですね、あとですね、バルト三国、今リトアニアが中国と揉めてますけども、バルト三国もですねロシアはですね自分のもんやと思ってるんですね。そこにロシア系住民いっぱいいますしね、でだからいつか回復しようと思ってるわけです。でバルト三国は確か NATO に入ってるんですね。NATO に入ってると NATO に対する侵略は共同で対処するということになってますから、アメリカ軍がやってくるわけですよ。でロシアはなんとかその NATO からそれを剥がしたいわけですね。で剥がせってこう要求したけども、今回ゼロと。そんな、ね、NATO としてね、バルト三国をさようならっていうわけにいかないでしょ、そんなもんいかないでしょ、それは。なんで、無理ですね。1991年ラインには戻れません。今ポーランドも確か入ってるんですよね。ポーランドとか東の何カ国か NATO に入ったはずですから、戻れないはずです。でこれでですね、いよですね、その条件は整いつつあるというのがこのニュースですね。どうするんでしょうね、バイデンさん。ロシア軍がウクライナにわっと入っていってもですね、そのアメリカがですね何かするということはちょっと考えにくいんですよね。歴史上アメリカと中国がですね交えたのはあれですね、1950年から53年のあれですね、コリアでの戦いですけども、アメリカ軍とロシア軍あるいはソ連軍が直接っていうのはないんですね。ない、双方ともそれやりたがってないんですよ。その部分的にはいっぱいあるんでしょうけど、小さなのはあまり知られていない水面下での。しかしウクライナに入っていっても多分アメリカは動かないと思うんで、ロシアの槍毒に終わる可能性は非常に高いですけども、そこでやっぱりアメリカはこう破滅的だというふうに言ってますね。もしそういうことになったら、まあ、多分こう経済制裁をガツッとやるんでしょうね。つまりドル決済網から外すということをやるんでしょうね。しかしドル決済も外されても、別に今のロシア、ね、致命的かというとね、そんなことはないと思います。別に資源いっぱいある国ですしね、ちょっと不自由になれば なるぐらいのもんで。だって昔のソ連なんてのもですね、ドル決済網に入ってなかったと思うんですよね
我々は封じ込めでしたから、だからロシアとほいですね、別に他国とね貿易してるかっていうと天然資源を売ってるわけですよ。 LNG とか売ってるんで、あと石油を売ってるわけですよ。どっちかっていうと売ってる方が多くってですね、まあ確かにいろんなもの輸入してるでしょうけど、その輸入が滞ったところでね、そんな普通の民生物資やったらですね、よその国から迂回して買えばいいわけであっていくらやってもそれはその困るというほど、困って困ってあかんねえみたいなことにはならないと思うんですよね。はい、ということでですね、このジジ .com 貼っておきます。いよいよかという感じですね、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。